たい焼きおる。こんばんは、かゆ。こんばんは。みんなさん。うん。夜更かしもしたし、遅起きもした。ちょっと話しかけないで、来ないで。昨日の夜楽しかった。どこでしてる？一個結婚して。ひいさまかわいい。マリガット。すっぴん。だけど今日はずっとすっぴんにでいるの。ミキヤくん、バラありがとう。みゃんこ先生、ゴルダラありがとう。今日の髪型、ユニコーンでもいいね。マイカーラインを見たのか。しんちさん、誰もありがとう。ね、うん、もうかゆい、ブツブツになってる。多分なんかやばかった。配信見てくれてありがとう。中学生ですよね、学校は。今日はちょっとお休みです。嘘よ。私高校生だから。ジョイコンって新色発売したの？マジ？最後履ける時のサービス精神でマジで感動した。え？本当？なんで？ミリ好き。最後までいっぱい話してた。バブいね。でんでん、やばい、また思い出しちゃった。バブイ、バブだよ。バブミ、21歳。バブミ、後ろの数字うまっ、嬉しい。急に始まってた、すいません。質問させていただきました。雨は、あ、良い。雨のおかげでよく眠れるのかな。雨のおかげでぐっすり眠れたのかな。私はこの配信でしたいことが3つあります。まずは洗濯物を畳むのと、洗濯物を畳む、洗濯物を回す、ヨーグルトを作るの3本立てです。カメリアケイさん、かわいい、ありがとう。そしたらヨーグルトを食べるの4本立てです。バブイ、これ読んで。普通の字も綺麗なんですか。普通の字もね、綺麗だね。丁寧に書いたら綺麗だけど、めっちゃもう殴り書きだったら汚い。私は確かに。クマちゃんさ、ちょっと待って、私まださ、実はさ、ここに片付けしてないんだよね。ちょっと片付けてくる。え、ちょっとヘイベイにつけたいね。カミリアケイさん、かわいい、ありがとう。嘘はいけませんよ。工藤理子さん、かっこ21歳。いける。コナン君、ベル来た。疲れてたんじゃない。確かに、でも疲れも溜まってたかも。でももう完璧。うん、今回は牛乳ヨーグルト、たい焼きもかぶる、かぶらされる。5本立て、豪華。5本立て、8時間。ね、何の話してたっけ。たけさん、ハート、音符、だるま、ありがとう。嘘、私にプレゼント。包め、はやばや言ってたことじゃない。やばい、もう拾ったよ。明日文字書いても綺麗だったっけ。私
そうだったっけ、私ちょっと待って今からちょっと下げてくる。ごちそうさまでした。ちょっと待ってね。使ってる枕カバーも洗って、そう枕カバーも私ちゃんと交換しとるけど、えらくない？えらいよね。あ、枕持っていこうとしよった枕カバーやなく。めっちゃおもろい。つけましょうぼんぼりに、
なただいま。みんなただいま。ふう、やった。え、なんか言った？え、わかった？私がなんか変なことをさっきからずっと言ってたの聞こえてた？落としがちです。え、ね、聞こえてた？私は明かりをつけましょうぼんぼりにドカンと一発あげハゲ頭五人林になんだ笛大将みたいな笛大将今日は楽しいひな祭りってちょっと変な歌。うん、みんなやっほー。明日福岡ツアーの到着ドキドキだね。タッキーち結婚してチャオさんゴルダルありがとう。小人さんもゴルダルありがとう。フリマルおバカさんハートありがとう。ひな祭り終わったよね。 BKB さん音符ありがとう。アマケンさんゴルダルありがとう。チャオさんもゴルダルありがとう。そう途中まで、え、枕カバー、まあ、ほんと、えらいよ。え、確かに乾きにくいよね、絶対。私さ、これからさ、ちょっと家を開けるんだけどさ、その間も除湿かけといた方がいいよね。それとももう、お風呂の浴槽乾燥を使った方がいいのかな。神崎渡郎さん、音符ありがとう。小人さん、ゴルダルありがとう。小人さん、ミラボーありがとう。え、つないどく優しい。チャオさんゴルダルありがとう。神崎バタロンさん音符ありがとう。チャオさんゴルダルありがとう。ホリマルおバカさんもゴルダルありがとう。もやし生活さんもゴルダルありがとう。うん、ありがとね。スポンジの色ズバリ黄色でしょ。惜しい。青色なんだ。青かったね。神崎バタロンさんハートありがとう。音符もありがとう。チャオさんゴルダルありがとう。フリマルおバカさんハートありがとう。小人さんミラボーありがとう。ボヤッキーさんゴルダルありがとう。テイカーさんもゴルダルありがとう。フリマルおバカさんハートありがとう。小人さんゴルダルありがとう。トモさんもハートありがとう。そう、ヨーグルトを回す。ただいま。アマケンさんバラありがとう。扇風機か。え、だよね。えぐくなってさ、え、カーテン閉めたらえぐくなるん？カーテンって開けちょった方がええ。カバーは4枚でローテーションしてるけど本当に足りないです。あ、やばい、こんなこと言ったら本当に枕カバーが大量に届いて、でもそれは嬉しいかも。え、何をっていうの。でもまだ誕生日じゃないから欲張れない。フォーユーさん、いける。レディオネームの回答全く聞こえなかったって。ハートありがとう。神崎バクタロンさん音符ありがとう。そう、ただいま。雨だからムシムシだよね。成田のしんさんゴルダレありがとう。今日浴室乾燥にする。そうだ、枕カバーのサイズはって。おや、やばいぞ。お中元、お中元。え、めっちゃもう、え、それ嬉しいんだけど。そっか。え、カバーの質感、私は綿が好きです。綿かシルクシルクは手が届きません、私には。私の使ってる枕を見せるとこんなやつなんですよ。やばい、もしかしてみんな太っ腹なことしてくれるの。やばい、枕カバー44枚来ちゃう。え、でも私本当に嬉しい。私なんかこういうの本当に嬉しいよ。こうやって大きい。やばいやばい、もらう気満々なんだけどえ、シルクがいいの髪の毛には。ほんと？測ってみよう。枕のサイズを測ってみるね。ガチやん、もらう気満々やん。
丸太くれるの？よし、これくまちゃんで測る。やばい。私の今日の私6月29日さ、お誕生日だったじゃん。第4回目の3、4、5、6、4回目の誕生日だったじゃん今月。まず横はまあ65センチかな。かよワンクール記念日。そう、たなすけさんハートありがとう。65センチです。ぼうゆうさん、換気扇を回しつつ扇風機を回せば室内がこもる。すごい。私扇風機持ってないんだ。誕生日、そう、私誕生日だった。でもこんなみんなにおねだりできないよ。いつもみんな優しいんだもん。これどうやって測るんだろう。とりあえず横43？横 43.5 かな。42.5 か。横 42.5。 65と40だね。じゃあ、お裁縫いいですね。やばい、もらう気満々じゃん。私なんかすごいがめついじゃない。私大感謝祭や。でもちょっと枕カバーは大丈夫よ。だって私4枚も持ってるの。ありがとう。でももし気持ちがあったら、じゃあ待ってるよ。横65センチ、縦 42.5、 素材綿かシルク。それはちょっと嬉しいかな。もらちょっと、なんかさ、控えめに言って、でももう大丈夫、私はって大丈夫だよみたいな感じに言っても、でももらえたら嬉しいかな。面白い。そう、メイク前でそんな顔面強いのねって言ってくれるの優しい。私も強く生きています。そう、たい焼きの皮でもいい。メモっといた？大丈夫ならやめとくか。ちょっと私もアマゾンで枕カバー見てみる。あ、今日体重測りました。昨日の夜キャーって言った体重からだいぶ落ちた。だから安心した。本当？10枚くらい届いたらもう私ハッピーだよ。そんなもう毎日、本当毎日頑張って枕買える。ルイボスティーです。飲み方の癖。枕欲しい営業。枕、水分たくさん届く時の置き場は、あ、枕カバー用の引き出しがあるんよ。部屋の空気を回しつつ小窓を開けて新鮮な空気を入れるといいの。ぽゆうさん、バラありがとう。え、もうほんと湿度や、除湿一応かけてるけどさ、確かにね、もう洗濯いらないぐらいさ回っちゃう、もらっちゃうのさ。そんな朝が最も体重軽くねなるタイミングから軽くなってて安心した。ちゃんと筋トレましたよ。ポンポントレ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 。 N クールの枕カバー、そうよ。
ママがニトリ行きなさいって、ママがニトリ行きなさいって言ったから、みんなありがとね。ママがニトリ行きなさいって言ったからニトリ行くわ。ああそう、ママがニトリ行きなさいって言ったから私ニトリ行くね。うん、 43×63 のってのでいけるのかな。本当にマクラカバーしてくれてるの、優しすぎる。え、でも待って、枕カバーってさ大丈夫だよね、大丈夫だよね。靴下ぐらいと同じ、靴下と同じような感覚だよね。なんか番届かないとかになったら私悲しいもん。来る気満々だ、優しすぎるんですけど。枕カバーは大丈夫か、タオルだって私届いたもんね、だから大丈夫。でもマスクはダメだったの、受け取れなかった、肌に触れるものだからっていう理由で。でもバスタオルも届いたし、いっぱい、サンソンさんハートありがとう、うん、優しすぎる。ニトリ行くわ、確かに困っちゃうぐらい頭がツルツルの枕カバー、頭がツルンって滑るから肩が凝るの。枕、え、枕 OK なのすごくない、枕 OK なのすごくないね。バスタオルも肌に触れるよね。でもなんか衛生、あ、衛生用品、そういうことか、そういうあれなんだ、基準、衛生用品か否か、そういうことね。確かにね、アップルウォッチの手作りバンドやばい。え、でも手作り系も届くよ、面白い枕カバー探してくれてるの、優しいね。サンソンさんハートありがとう。面白いの、面白いのが届くの。え、そう、マスクダメだった、確認してみ、いやでもいいと思う赤にあえてめっちゃ面白い。確かに洗濯できるものは大丈夫か、衛生用品ダメなの、マスク、 STU だけダメなんだ、どういう基準なのかね、マスク。デザイン的に来るものがないって。アイスノン、そんなん、え、アイスノンって何なんですか。あ、これは絶対難しいよね、アイスノンは。アイスノンって多分難しくない、めっちゃ面白い。アイスノンってやっぱさ、頭冷やすと気持ちいいんだよね、みんな。あー、すごい、アイスノンってさ繰り返し使えるやつもあるんだ、もしかして。じゃあ自分で買いなさい、はいはい。ねえ、枕カバー某アニメキャラなの、フォーユーさん、たるもありがとう。カビやすくなって新鮮な空気がいいんだねえ。かぶり物のパジャマ、かぶり物のパジャマ、たい焼きのパジャマ、パジャマ、パジャマ、寒、冬寒熱、冬寒即熱っていう、脳を冷やすと寝れる、そうなんだ。でも足を温めるといいの。へえ。ね、繰り返し使わないアイスの。あ、本当に？本当に？の方が珍しい。え、逆にそっち側のアイスの知らないって。シルク。
図鑑即熱、図鑑即熱、図鑑即熱図鑑即熱だったのか。おねだり大会になっちゃうからダメダメ。何アイスヨーヨー、知らない。まだね、なんかプレゼント送ったよって言ってもね、なんか送ったよって言われても多分今渋滞中かもしれない。え、アイス作れるヨーヨー、やば。え、いいね。アイスのフォーユーさん、室内の空気が回るだけで空気中の水分が溜まる。コンポありがとう。ジェルマット受ける。なんなんかね、何があれなんやろ、どこまでがね、ジェルマットやばいね。図鑑即熱、あ、私シングルのお布団で寝てます。ウケる、本当に。うん、多分渋滞してる気がする。うん、やばいね。うん、いや、私2時20分ぐらいにはこれを終えないといけない。2時半とか。あれする、ヨーグルト作る。洗濯物が来そう。それはまだ早いか。今日ラジオ上がるよ。上限、もう高級品になっちゃう。今日はメイクしなくていい。シングルなんだ。すっぴんかわいい。ほんと、今日はすっぴんでいくよ。あー、なんだっけ、送風機のついた服でしょ。雨降ってる。今日絶対ジメジメするよね。すっぴんも可愛いって言ってくださるなんて優しい。そう、今日、そう、旧肌日。私は旧肌日って呼んでるよ。空調服か。空調服やばい。空調服届いたら私もうめっちゃ笑う。いつもすっぴんでいい？本当？そうしようかな、そうしようかな、いつもすっぴんでいようかな。ぼうゆうさん、首を冷やすのが一番早く体が冷える。確かに首いいって聞く。ハートありがとう。空調服でやってたらウケるよ。ウケるウケる、やばいでしょ。香水は、香水は私いろいろ持ってるけど恥ずかしいから言えてなくて、でボディミストだったらあのボディファンタジーのソープの香りやっぱさ、急に激しく雨降り出すよね。恥ずかしいじゃん香水って。空調服でダンスもできそう。お肌に悪いんじゃないかな、お化粧って。そんな気がする。今日の資料確認してなかった。あ、おお、へ、そう、
嘘、恥ずかしいやん。ボディファンタジーのソープ、ソープ買ってじゃあ恥ずかしい。香水ってちょっと恥ずかしくないです？太い血管が皮膚の近く通ってる首、手首、脇の下とかが早く体冷える。じゃあ私がもう熱くて熱くてたまらん、もう無理ってなった時はそこ冷やすね。すごいね、手首もなんだ。 For you、 今ちょうど会社から支給された空調服着て仕事してる。いいな、すごい、支給もあるんだ。これだれありがとう。いや今仕事中、お仕事中に、お仕事中にこれだれ投げてくれてるの？私の配信見てくれてるの？小人さんハートありがとう。神崎渡郎さん音符ありがとう。みゃみゃ、可愛すぎる。橋本奈々美さんってどんな匂いなんだろうね。仕事なんかサボって配信見てるよ。仕事サボってますね、みんな。え、みんな仕事、仕事どうどう。確かに私も体冷やすためにポントレしてる。うねうね、ちゃんとよ。え、じゃあヨーグルト作り始めよう。もうこんな時間やもん。衣装着るからアイドル匂いしない。衣装のこれ何、衣装、衣装って宇宙服みたいな感じ。3連休めっちゃいいじゃん。リモートだから堂々と。リモートはいいね。仕事してる、えらい。仕事どころじゃないの。ちょっと待って、ヨーグルト作るけどさ、空調服のレディースもあるの？それが可愛いの？出かけるのはまあ2時半かな。いい匂い絶対するよ。午前中絶好調。よし。ここで私は今から作っていきます。神崎わたあめさん、わたろんさんと、神崎わたろんさんとわたあめさんがいるのか。わ、あれ一緒の人じゃない。わたあめさんハートありがとう。いける。防護服ってやばくない？え、防護服って普通に歩いてても襲われないんだよね。私たちいつ刺され、私たちいつ刺されてもおかしくない。やばいな。そうだよ、みんな普通に電車乗っててもいつか普通に刺されちゃうかもしれない。ヨーグルト作る。いける。ゾゾスーツやばい。ゾゾマットは持っちゃう。私のサイズで測って、ちょっと鎧送っとくから着て出かけて。面白いみんな。まずは熱湯を作ります。ヨーグルトの作り方ね。はい、まずは熱湯を作ります。置いておきます。お湯を沸かしますか？熱湯を作ります。
ブタアメさんハートありがとう。いける、こうやってカッチューアイドル。でも私カッチューさ割と来たことあるんだよ一回。鎖片びら、何それ。ジャンプをお腹に挟んどけばええって。甲冑となった。振り回して、私振り回すんですか。寒い。これで、はい、これでレッスンに行ったら絶対寒い。なんか卵みたいな顔してる私。鎖片びら、いける。松尾の私大好き本当に。牛乳を用意します。え、待って、この牛乳賞味期限切れてる。するの大丈夫よね。いいで、消毒いいよね。本当もう満タイ、開けてなければ大丈夫。自己責任ですね。みんながあの時熱湯で、消毒殺菌。煮沸消毒ですね。します。そしたら、ヨーグルト 100g の牛乳に加えます。知らんけどって便利な言葉ね。まあこんなもんですかね。入れたらこの長いのでくるくるくる。チャオさん、ゴルダルありがとう。
べるとね。その間にこのヨーグルトはもっとあるべき場所に落としていきます。CGC 安定よね。 CGC の牛乳。はい、くるくるね、しっかり回します。確かにテトリスに欲しい長さの牛乳にこだわりはね、私はないよ。何人家族だっけ。え、うちですか。うち9人家族ですよ。でこの牛乳の蓋をこうやってしてあげるんですね。したら、ついてるようなベタベタ感が。そしてこれをセット、ヨーグルトメーカーにセットして、そしたら40度で7時間待ちます。以上です。うん、9人家族よ。だからまあ私がお家に帰ってきた時には多分できてる。できてるわ、めっちゃ嬉しい。作るよ私は。はい、そんな感じです。ヨーグルトメーカーほんとすごいよね。万能だよね。意外と簡単でしょ。あ、こっちの目痛い。瞬間移動した。チャオさんゴルダルありがとう。 CGC いいよみんな含めるんだったら1712人家族です。あ、13人家族ですね、私含めないと。ナスケさんハートありがとう。今日中に食べきれますか。うん、明日の朝ごはんかな。明日の朝ごはん。リコチのホワイトさんかわいい、ありがとう。光立ちを、ほらもう湿気でさチリチリしてる。でも牛乳ってほんと美味しい。牛乳って美味しい親戚のおじさんウケる。なんか親戚を名乗る人多かった。でも私の親戚男の子いないんだよね実は。いとこ、うん、だからいや無理やんみたいな。そう、常名乗るなんて年齢的にも。うん、なんかそう私の親戚をなんか名乗って名乗ってる人がいるんですけど、結構前にツイッターで。いけるなる気満々やん。牛乳は大人になると分解酵素が酵素とかが減ってお腹壊しが吸いやすくなるの。マジ？そう、なりすま親戚。そう、親戚詐欺。え、洗濯機ピー言うた？これからやない。
品ゆうた。今から洗濯物をちょっと取り込ん入れ畳んで干すわ。私いつもこの顔でしたらさ、涙袋がぷっくり出るじゃん。何この顔。そこでこうやって触るのが好き。気持ちいい。まぶた裏返してアイドルにリクエストすることやないっけ。でもこれでも確かにびっくりやる。気持ちいいっけ。昔からしよった。クマがある。クマじゃないよ。涙袋、涙袋。なりのメンバーこちょこちょして出た。なんか嵐コメント。リコチのホワイトさん可愛い、ありがとう。リコチのホワイトさんハートありがとう。足の裏を見せて嵐コメント。同じ顔した。昔からなんかお勉強中とか授業を話聞くのめんどくさい時こうやってやってた。そうね、全関係より心に伝わる。つながりの方が大事。フォーユーさんハートありがとう。涙袋メイクはもう当たり前になっちゃったから、ブームとかじゃなくもう当たり前のことになっちゃったんだと思う。唇全部口の中に入れてもう、え、めっちゃ嵐コメントじゃん。え、わかる。伝わってしまうの。やばい。まずはレッスン着ちゃんと畳んで、そう昨日さ沖さんがお家に来たんよ。それでちょっとお話ししよったんやけどさ、 お部屋ちゃんと綺麗だねって言われて嬉しかった。今日は多分このレッスン着で行くから、よし、ちゃんと毎日お部屋きれいにしててよかったって思った。いつでも来客が来ていいように、いいようにしてるつもりするわけじゃないけど、お部屋ちゃんと自分のためにきれいにしててよかったって思った。ガラス瓶に入れて、やっぱお部屋の何治安は心の治安なんですよね。あ、間違えた。部屋の乱れは心の乱れ。そうですね、やっぱりしていくことによって心に落ち着きますか。今日の枕カバー、量が来た。いつかはちゃんとこのまずミニタオルちゃんたちを、バスタオルちゃんたちを今から
ちょっとだけやっぱ部屋干しって怪しいぞ。ちょっと怪しいぞ私。ちょっと今バスタオルに折ってみたんよ。ちょっと一つはなんかすごい柔軟剤のいい香りがしたんですけど、もう一つはなんかちょっと怪しい匂いがしました。皆さん、皆さんこれって一体怪しいよね。ここからちょっと顔出しとか、みんなヤッホー。ちょっと待って、顔の出し方やばかったかもしれない。ちょっと顔の出し方はやばかったかも。ちょっと今のはちょっと反省してる。なんか初めてカメラを見たなんか野生動物みたいな、カメラに興味を示した野生動物みたいな、そう、ちょっとそういう感じだったと思う今のは。そうだったよね。そう、ちょっと反省してる、うん、みんなヤッホーじゃなかったと思う。みんな、って、びっくりした。ここから始まる奇跡という名のストーリー。なんか怪しいこの洗濯物たち、なんかふわふわしてない。なんかふわふわしてないんだけど。してないよ。どういうことなの？どうして？洗濯物がふわふわしてない。
もう少しだぜ、みんな最後まで戦おう。洗濯物戦士、ワン、ツー、スリー、フォー、フォー、リッシュ、アー見せるな。よし、オッケー、今日の任務クリア、洗濯物戦士。ただいま、洗濯物戦士、洗濯物戦士終わった、ただいま、ただいま。恩返しだけ黄色いよ、黄色い半紙に書いた。アマケンさん、ゴルダルありがとう。ただいま、洗濯物戦士、みんな生きてた。小人さん、ゴルダルありがとう。福ちゃんもゴルダルありがとう。もう二度と帰らないかと思った、安心して。リコチのホワイトさん、ミラボーありがとう。フリマルおバカさん、ハートありがとう。リコチのホワイトさん、ハートありがとう。え、洗濯物がなんかさあれなの。フリマルおバカさん、ハートありがとう。やっぱ浴室乾燥の方がいい。トモさん、ハートありがとう。サンソンさん、ハートありがとう。ねえ、ひょっこりとか、なんか先原住民だった、野生の小動物リコチみたいな、なんかそんな感じ。サンソンさん、これだれありがとう。ホラーだった。福ちゃん、これだれありがとう。チャオさん、ミラボーありがとう。おお、部屋干し、部屋干しの時こそ扇風機が必要なの。コピトさん、これだれありがとう。え、雑菌が繁殖してる、なんか生乾き臭みたいな。え、しかも私めっちゃ生乾き臭すかんのですよ。どうしたらいいの。せんちゃん、今日もモノトーンコーデが素敵。ほんとや、せんちゃん。チャオさん、ゴルダルありがとう。恩返しくん、ちょっと黄ばんでて味が出てる。アイさん、ゴルダルありがとう。チャオさん、ゴルダルありがとう。本当だよ、ありがとう。涙袋メイクしすぎてヌートバーって言われたことあります。どういうこと。ヌートバー選手ってこと。え、それともこの線ってこと。タコミさん、これだらありがとう。ズーデスさん、これだらありがとう。小人さん、これだらありがとう。 BKB さん、音符ありがとう。勝吉さん、ハートありがとう。神崎バタロンさん、音符ありがとう。 BKB さん、音符ありがとう。勝吉さん、ハートありがとう。チャオさん、ゴルダルありがとう。もしかしてオキさんって綺麗だねっていうの社交辞令だったのかな。アイさん、ゴルダルありがとう。フォーユーさん、ハートありがとう。福ちゃん、ゴルダルありがとう。一個ゴルダルありがとう。あー、フォーユーさん、音符ありがとう。みんなすごいね。フォーユーさん、ゴルダルありがとう。福ちゃん、ゴルダルありがとう。一個さん、ゴルダルありがとう。エイちゃん、ゴルダルありがとう。神崎バタロンさん、音符ありがとう。福ちゃん、ゴルダルありがとう。目、二重が綺麗、嬉しい。フリマルおバカさん、ハートありがとう。あー、わたあめさん、ハートありがとう。 BKB さん、ゴルダルありがとう。コピトさん、ゴルダルありがとう。こちょこちょの人10分ぐらいずっとコメントしてるんよ、悲しい。みんな、貴族ありがとう。ほくろがキュート、ここにあるんよ。T シャツ、今日の T シャツもともとは白色だったんですが。生乾き臭は取れるの。え、部屋干し用の洗濯持っとくといいね。そうだね、そうする。雑菌が繁殖するんか。え、サラピは絶対外で干すんだ。サラピも配信してた。え、サラピー、え、偉いね。え、私もそうすることにする。でも今日は除湿つけていこう。
ちゃんとあの洗濯物たちがくさくさ洗濯物にならないように。うん、くさくさ洗濯物にならないように。でも本当にびっくりした、ちょっと臭かったもん。えっ、っての時間だ、誰も眠って、あ、チリパのチリパ、誰も眠ってしまうがいい。え、めっちゃ綺麗や、クリスチャンディオールの CM。 おはこり、アレクサ、アシクサみたいな感じに言っても反応するの？めっちゃおもろいんだけど。それっぽく言う、足草でも、足草、足草、あれやっといてみたいな、足草って。お話し会さ、もうさ、スケジュールね、な、もうね、多分再販のスケジュールないと思うんだよね、悲しいことに。ワイドハイター、足草、私足臭くないっけ。え、めっちゃ昨日も私あの部屋のあの玄の玄関のあの匂い、あの匂ったけど全然臭くなかった。靴箱の匂い。足臭、あ、アナも配信してた、足臭って反応しませんでした、うちのアレクサ。そう、アレクサ、工藤莉子について調べて。私足臭いと思うよ。いや、足臭いと思うじゃん、足臭くないと思うよ、足臭くないっけ、足臭くないっけ、私足臭、足臭。でも私の足臭は、私の足臭は、かがんでも絶対いい匂いやけ、いける、反応成功、すごい。私の声にあなたの足アレクサが、足アレクサ、足アレクサ、臭くないけ。リクチ、確かにリコチ、リクチって、で確かに振り向くわ。匂いなんじゃない？てか無臭だと思うよ。無味無臭、無味無臭だよ。無味無臭。そう。え、アレクサ反応した？お仕事中？やばい。もうこんな時間か。お家はあれとあれをしつ、あれをあれとあれを持っていけば大丈夫なのと。今日は頑張ろう。今日は頑張ろう。え。面白い。靴箱は多分だけど、ママが言ってたんだけど、あの水がついた状態で、例えば雨とかで濡れた状態で靴箱に入れたりしてたんだよ、傘とかも。だからかなって思ってます。え、爪長、ちょっとドンビーた、自分の爪の長さにドンビーており、汚い、爪が汚いです。爪切ってから終わります。え、何時に出るんだっけ。もう結構もう出る。じゃ爪を切ってから、私は家を出ます。なぜなら絶対爪を切れないから、一人だと、一人だと、うん、よいしょ。え、ほんとのんき、もう出ないといけないとか言っておきながらのんきに、ちょっと爪切る。今どっちの爪切ってるでしょう。お、毎日ゴルダラありがとう。
フォーユーさん、コインランドリー乾燥か、ゴルダラありがとう。左の爪前、足、左の爪真ん中。正解は左の爪でした。臭い方じゃないっけ、臭い方足やん、足の爪や。手はね絶対いい匂い、プラモデル作ってるもん私。ひいひい、ハンドクリームはあれが好き、緑のやつ、田中みな実さんが使ってるやつ。足臭いんじゃんって、足マジいい匂い。え、ちょっと私今度、え、これからメンバーに足嗅いでもらおう。私の足って臭い？臭くないって言われたら、その時みんなが私に謝る番やっけ。ガンプラってヤスリ作る、ヤスリ、ヤスリするん、ヤスリがけするんだ、絶対楽しいじゃん。メンバー逃げ出す、ほんとそれ。爪が短くなったね。もう行かなきゃ、私もう行かなきゃ、私やばい、もう家出る時間だ。臭いもの大好きなアイコネに嗅いでもらうしかないね。なんで私の臭いものになっと、うん、ティッシュの上で切ってる。歯磨いた？歯はねベロで磨く。最悪。いや、ちょっと磨くよ。歯はベロで磨く、めっちゃキモいこと言うじゃん私。今めっちゃ気持ち悪かった。慌てず急いでね。はい、私の臭いところ今度紹介する、リコチメールで。絶対臭くない自信ある。ほんと爪切ってるさ、余裕なんてないよ。気をつけて行ってくる。神崎バトロンさん、音符ありがとう。ありがとう。やばいやばい、しゃ犯人はで、もうレディートゥーゴーしたいけ。よし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 、切れました、切れました、切れましたったら切れました。よし、はい、いいでしょう、いいでしょう。では皆さん、皆さん私のこと本当見守ってくださりありがとうございます。歩きながら爪切ればやば、めっちゃ面白いやん。うん、足はきっと臭くないと信じています。家帰ったら足の爪も切ろう。よし、え、何名様にプレゼント、あ、これは17名様なので、またツイッターでプレゼント企画やります。やばい、じゃあもう行ってきます。皆さん、単純な方お呼びいたします。39位からみやちゃん、きみさん、トラカゲさん、タイペイ、ジャックさん、あきらさん、えいちゃん、まなかちゃん、りょうさん、わたあめさん、まにょち、フォーユー、今日も一日健やかに、コーンポタージュさん、ポンさん、わらびもちさん、サンソンさん、神崎わたろんさん、フリマルおバカさん、ソニーさん、くにちゃん、ナンバーワンさん、サンパチさん、ゴンさん、マシャさん、マイルさん、イッコーさん、
なべなべ所長、ヨウくん、タッキーチ、ズーデスさん、ボヤッキーさん、 お嬢さん、のりみおさん、アイさん、そして本日の秋元先生枠はリコチのホワイト先生でした。ありがとうございました。アマケンさん、 BKB さん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位は福ちゃんでした。福ちゃん、ありがとうありがとう。第2位は小人さんでした。小人さんもありがとう、ありがとう。そして第1位はチャオさんでした。チャオさん、ありがとう。チャオさんありがとう。爪切り配信ありがとうございました。配信私も楽しかったよ、ありがとうね。じゃあ行ってくるわ、ちょっと抽選します。みんなありがとう、私の配信見届けてくれて。頑張るね、みんなも頑張ってね。ジャワ行ってきます。ジャワカレー行ってきます。ジャワ行ってきます。でね、気をつけて行ってくるわ。行ってきます。にゃんね、行ってきます。あ、やばいやばいやばい。それでは今日も一日健やかに行きますよ。せーの、えいえい、おー、健やかに爪切り配信だったんだって。爪切り配信、え、傘持っていくわ、気をつける。ニトリよりな、ニトリも行ってくるわ。え、爪がちゃんと綺麗になって、驚きももなき、えいえい、おー、健やかに、カニカニにゃんねえいえい、おー、にゃんね、行ってきます。午後も頑張ろう。ほうゆうさん、リコジの爪は誰の手に。あら、ほうゆうさん、ファイトありがとう。切る、じゃあねー、健やかちゃー。